どうも、コマでーす。D4 ダークドリームズドントダイっていうゲームをやっていこうと思います。このゲームを作った作者さんが、レッドシーズプロファイルを作った人、スベリーさんらしいですね。まあ、これはちょっと期待できるんじゃないでしょうかとね、僕は思ってるんですけど、ただこのゲーム、未完で終わるらしい。ダークドリームズドントダイシーズン1っていうのが Steam で発売されてるんですけど、シーズン2がまだ出てないんですよね。で、今後出る予定もほぼないって感じになってるみたい。まあいろいろなんかいざこざがあったらしいみたいな、ちょっとネットで見たんやけど、だからシーズン1で途中で終わります、ストーリーは。それでもゲーム自体は先が気になる展開で斬新でめちゃくちゃ面白いっていう評価は出てるらしいんで、まあ途中でストーリーは終わるみたいですけども、楽しんでいきたいと思います。ちょっとワクワクするね、久しぶりのスウェリーさんの作品。デイビッド主人公かな。この物語はある男の数奇な運命の物語である。ねえ見て、私翼が生えたみたい。全然見してくれへん。わあ、撃たれた。あ、絶対声から美女を想像してたけど、美女撃たれた。主人公の昔の彼女が誰かやったりするんかな。プロローグ、始まりの日。お、フクロウ、君たちはどう生きるか。こんなポスターじゃなかった、あの映画。え、これ、フクロウか？どうなってる？あ、なんか覗いてるか。うわ、おしゃれ。会社のロゴかな。このフクロウって首90度ぐらい曲がるんやろ。えぐいよな。曲がるとしても曲げへんよな、普通。なんで曲げてんねやろね、あいつ。おお、お父さん、お父さん、お父さん、どうしたいの、どうしたいの。クリックでいいのかな。フクロウはクリックできない。この子誰？デイビッドどれ？ああ、お尻触っちゃおう。気になるところをすべて観察する。はい。画面になんちゃらをかざすと観察できる。こういうこと？不表情に設置。なんでこんな文字が潰れてんの？潰れてってか、なんかバグってんの？見にくいってこと？これはクレジット。お、銅のエンブレム。クレジットメダルを拾えた？で、お金とか使うんかな？看板を押す。ほら、右クリックでなんかアクションできるんや。すべてのクレジットメダルを拾う。はい。あ、ASG で見渡せるのね。はいはいはい。キーボードも使うんかい。はいはい。女の子が主人公なんかな？てっきりデイビッドが主人公かと思ったけど、後ろを振り返って、小顔の人影を観察する。画面端に手を持っていき。おー、こういうことね。斬新な操作方法やね。もともとは Xbox のゲームらしいね、今日は。動かせるってこと？てか、女の子これ、湖の上に立ってるみたいけど大丈夫なの？この氷割れてズボンって下を押してしまったら終わるで。滋賀県民的にはそういうとこ気にしちゃうんやけど。琵琶湖なんで、うち琵琶湖なんで、うちは琵琶湖じゃないけど。お父さん、お父さん。こっち見てる、心配そう。いつも優しい、大好き。オッケー。ああ、オッケー、来た。お父さん、ケンタッキーのおじさん似てるね。ハイギアがちょっと怪しい、ケンタッキーのおじさんや。何してんの、この子。なんでこんな氷の上に立ってんの。フクロウの近くへ移動する。はい。これで移動。失礼します。失礼します。この袋をこの子が買ってるんかな。あの、全然プロローグがね、プロローグの演出入ってるな。こんにちは。袋を押す。でか袋。ハリーポッターの袋よりでかくない？こんにちは。寒いね。手温めて。その体に手突っ込んでいい？温めて。袋を押す。はい。えい！オラボゲー！ああ、気持ちいい。あったかい。何してんのこれ。
グラフィックが独特やで。かわいい。ナチ袋が2つある。寒い中飛べるんよね、鳥は。ああ、だから言うたやん。そうなるよ。お父さん、助けて、お父さん。ケンタッキー、ケンタッキー、焼いてんの、こっち来て。駆けつけんの遅くね。そりゃ、湖の上去ってたらこうなるよ、大体。まずい、まずい。私の人生、これで終わり。アーメン。早くドリーム、ドンツダイ。さあ、今のプロローグが一体どう関わってくるんでしょうか。多分過去やんな、今の。どうなってんのこれ。主人公ですかこれ。あ、頭怪我してる。ハリーポッターや。口どうなってんの。だいぶ口でかいね。口開けてるわけじゃないよな。なんか加えてんのかな。落ちてる？落ちてるね、これ。うわー、痛い。どういう状況や。いった！思ったより痛かった。主人公っぽいな。ガムか。ガム噛んでたんか。あー、汚い。感染症になっちゃう。よし。様々な場面であなたの行動とヤングの行動のシングル率が判定される。18。取れ。よしよし。綺麗で、イケメンやな。今回も君には会えなかった。君？何やろ。死体現場っぽい雰囲気はあるけど。リトルペギー。フランシス欲望がみたい。その腕の押さえ方。My name is David Young. 俺の名はデイビッド・ヤング。Former narc with the Boston PD. 元ボストン市警麻薬課刑事。今は過去を調べる探偵だ。元刑事の探偵。好きなものは 100% 混じりっけなしのテキーラ。嫌いなものは麻薬とチューインガム。噛んでるで今。ガム噛んでるで。嫌いなもの噛んでるで。2年前、何者かによって俺の妻は殺された。それ以来俺は彼女の事件を追い続けている。それが原因で刑事辞めたのかな。ある特殊な能力を使って。ほう、バスルームから出る。おタバコか、タバコか、いやガムか。ちょ、あー、カービーしゃべっちゃった。イケメン。My head is full of memories. 俺の頭の中には妻の記憶とそれをかき消す弾丸が入って撃たれたんや、一回誰かに。あの日この場所で何が起こったんだ。ここ自分の家か、もしかして。ずっと妻の手がかりを探してるんかな。また君に会えなかったってのはそういうことかな。ロリポップキャンディーや。ロリコンになっちゃう。水は出る？左に動かす。間違った。右クリックか左クリックか分かりにくいね。よし。It's been broken since あの日から壊れたままだ。はい。ちょっと難しいよ。OKOKOK。大丈夫それ。怖いよ。蓋割れそうで怖いわ。蓋閉じたらトイレに座ることができに怖くて、人を思いを込めて、思いを込めることで気持ちが触ることを願っているからだ。だが、時に思いは違った形で残ることがある。ドミニク・ビーン。はい。そんな忘れ物たちを俺はメメントと呼んでいる。かっこつけやがって。メメント。真っ赤なピンヒール。BPL の図書館司書が履いていたピンヒール。愛人からの贈り物だろうか、裏に名前が入っている。ドミニク・ビーン。昼は図書館司書という地味な仕事をしながら、夜になると男を垂らし込んでは麻薬を売っていた。このピンヒールの送り主も被害者の一人なのだろう。結局彼女も D ではなかった。このメメントはすでに効力を失っている。ところどころよくわからへんけど。
妻ともう一人被害者がいるんかな、ドミニク・ビーンっていう女性やろね。まあ男を垂らし込んで麻薬を売っていたからいい人ではないみたいやな。まだちょっとあまり背景はつかめませんね。しっかりした推理者って感じ。正直こっち向けるのね。調べて。浴槽。Little Peggy。リトルペギー。あ、これが妻？過去見ちゃってるやん。出会えたやん。妻とこんなお風呂で何してたんや。レッドシーズかこれ。人にはそれぞれの仕事場ってやつがある。オフィスの小さな机、灼熱の工場や図書館、スーパーのレジや交差点のど真ん中、ベッドの上やゴルフ場、レストラン、街全体が仕事場だってやつもいるだろう。妻、これ犯人やったりする？妻じゃなくて、こいつに撃たれたんか。主人公頭に弾丸、あ、遊んでるんかな。ちょっとシャレにならんよ。彼女が死んだあの日から俺にとってはここが仕事場になった。ずっとここで調べてるんかな、事件を。気になるもんがあったんやけど、レッドシーズなかった？この中にぽいのあったよな。ちょっとでかかったけど、赤い種あった気がしたけどね。これレッドシーズプロファイルと世界観一緒だったらめっちゃ僕嬉しいねんけど、フランシス・ヨーク・モーガンとこいつが同じ世界にいるっていうの、それだけで僕ちょっと熱いねんけど。まだこの人のことよく知らんけどさ。じゃあどうしよう。外出る？バスルームの扉は二人だけの指紋。はい、よし。なんでフィンターかけてん。 No results this time. 今回も収穫なし。 This case is... 忘れないうちに除外だ。除外？キッチンへ行きファイルを調べる。よいしょ。ああ雰囲気いいな。こういう海外の家ってなんて憧れちゃうのな。日本じゃないから目新しいだけなんかな。What am I doing? 俺は何やってるんだ。すいません、なんかファイルまとめるんでしたね。じゃあまだ操作も分かってないんですよ。うわ、この部屋の配置めっちゃザックの部屋と一緒やな。海外って大体似たような間取りになるんかな。他のゲームのキャラの話とかしちゃうから、まあ、そういうのやめた方がいいねんけどな。お、食べれんの？はいはい。まあ食事とかもこのゲームあるんやね。コーヒー飲んじゃう？コーヒー占いする？はいはい。あ、いいな。僕今、リンゴジュース飲んでます。いいな、コーヒーかっこいいな。僕リンゴジュースやで。この差は何なんやろな。ビデオや、ね、VHS や、結構昔なんやな、年代的には。お、アニメ、トムとジェリーかな。あはぁ。名探偵セバスチャン。カートゥーン専門チャンネル。あら、子供いたんや。あなたも一緒に見たいの？今ちょうどいいところなのよ。レロ。レロ。何レロって。だいぶ引きずってんな。死んだ妻のこと。前髪からたまにチラッと傷跡見れるのめっちゃかっこよくない？いや、子供も死んだんかな。それとも冒頭の女の子がもしかしたら子供かもしれんな。親にちょっと面倒を見てもらってるみたいな。あのお父さん、あ、でもお父さん言うてるからな。おじいちゃんじゃなくて。どうなんやろ。あの子供は関わってくるんでしょうか。これは新しい衣装。着せ替えできるんや。これはプッシュ。さよなら、リスさん。ポテトチップス。いただきます。おー、いっぱいあるね。年代物ばっかやな。はい。お、BGM かけれる？かけちゃいましょうか。なんか迷っている時の曲やな。僕これからどうしようみたいな物を吹ける時のあれやね。ビジョンって何？キッチンへ行きファイルをしゃべる。すいません、キッチンですね。はい。
もうなんかのんきな BGM 変わっちゃったわ。これ彼女？ほら、聞いたか。デイビッドの奥さん、新婚だったそうじゃないか。強引な捜査への報復だと聞いた。ああマジか。いかにも連中がやりそうな手口だ。メッセージ性がある。ある程度敵犯人の見当はついてるんかな。リトルペギーの写真、やつらやろな。自分が原因で妻殺されるっていうのもな。ちょっと敵がいっぱい飲んどっか。あーくそよ、うざって。おお、歯強。僕かったらもう前歯行くわ。懐いてんね。仕事の後はテキーラだ。それも混じりっけなしの上物をストレートで。ドロップチュ。ああ、気持ちいい。はあ。うわあ。これでいいの？おお。わからん。てっきり僕、後ろに投げたかと思った。鉛玉で鈍ったルンのお店にはガツンと来るくらいがちょうどいい。ずっと妻の原因見てんな、こいつ。いつも美味しそうに飲むのね。あんま美味しそうじゃなかったけどね。私もお酒が飲めたらいいのに。すいません、ちょっと。おお。妻のこと思い出すために嫌いなチューインガム噛んでるんか。子供いるんじゃないの。この時はいいけど。ちょっとだけ試してみようかしら。あ、直で。理科の実験思い出すね。僕も理科の実験の刺激臭で気失いかけたことあるからね。おい、吸ってみろよ、言われて吸ったらね、案の定やばかったから。気をつけてください。事件の資料。なんでそんなイラついてんの、やめて。あー、死体検証や。薬物反応陽性。わずかながらドラッグと、はい、俺には事件当日の記憶はない。気がつくと集中治療室のベッドに寝かされていた。唯一覚えていることはリトルペギーが死のマニアに囁いた言葉。D を探して。 D の一族、唐突にワンピース。 Who is D? D とは誰だ。この言葉が俺にとって呪縛となっている。こちら第三者の痕跡なし。全ての指紋を得て結婚。当時有力な証拠は見つからず事件は迷宮入り。俺は BPD を。だが今の俺は条件さえ整えば、すでに迷宮入りした事件だろうと解決することができる。なんか特殊能力があるってことかな。ドミニオンビーン、はい、イエーイ、やってやったぜ。俺はこの能力を使って必ず D を探し出してみせる。そして君の命を。おアマンダ。アマンダ。そうだ。今お客さん来てるから。じゃあ、お客さん来てるって。テキーラやってる場合ちゃうって。客の手前でテキーラかますなんて。戻って。ごめんね、アマンダ、今行かばってや。こっち行って。もう操作方法が斬新やから。今行きます、アマンダ言われたら僕、ソウしか出てこないけど、ソウのアマンダしか出てこへんわ。こんにちは。はぁ、おぉ、はぁ、回避パーフェクト。ふぅ、あ、アマンダさん、口に何声出んの。ウィー、ウレーッ、途切れ始まった急に。えい、ウィー、おぉ、すげえ。あ、来た、金入る。アマンダの唾液とネズミのコラボレーション。アマンダさん、いい歳してなんて格好してんの。ほらばけ、ええ、かわいい。ああ、いったー、楽しかった。ライフあるんや。仲裁ちゃん。うわ、オッドアイヤ。
彼女はまだいつの間にか我が家に居ついている。怖時々外に出た食料なんかを仕入れてくる。引きこもりの俺にとってある意味命綱だ。いろいろ突っ込むところあるやん。だが彼女が何者なのか俺の記憶は答えてくれない。記憶がないから謎なんやな。喋ることできひんのかな、アマンダ。Yo, David. デイビッド、守備はどうだ。はい。誰？早く助けよう、デブ。デブかどうかまだ分からへん。悪くないね。お、シンクロ率 100% ってことは、この主人公とキーやってるってことやんな。派手やられました。元相棒、はいはい、責任者の人。D を探し出すため、今では俺に協力して、合法的に何でも調達してくれるクライアント系の情報源だ。あ、足怪我してる。大丈夫ですか？女にはいつも苦労させられる。それは大人の女も子供も同じだ。まだダイアナと喧嘩を？やれやれ。ダイアナって誰や？女ってやつは全く理解できない。会いに来ないで、すぐに来いって意味だが、一人にさせてってのはそのままだったりする。難しいね。俺はどうすりゃ正解だったんだ？抱きしめてやれよ。教えてくれ、デイビッド。金を渡して抱きしめればいいね、そんな。全部受け止めろ。あ、40%。 そのでかい腹で全部受け止めてやれ。きっと俺の腹にはストレスが詰まってるんだな。お前さえ聞いた俺がバカだったよ。もう昔はグリズリーと恐れられた大判刑事だったが、今じゃまるでテディベアだ。怪我する前はすごかったんかな。ところでデイビッド、例の飛行機事故のニュースは知ってるか？飛行機事故？アクセスゲート航空117便に謎の落雷に見舞われる。ほう。アメリカ中がその話題で持ちきりだ。今回ネタは大当たりかもしれない。とっておきのネタを仕入れてきたんだ。おお、おしゃれ。その事件がなんか関係してるってこと？主人公の追ってる嫁さん殺しの。まだ全然詳しく主人公が分かってる部分を僕たちに教えてくれてへんねんけど。飛行機行くんかな、これは。いやー、尖ったキャラしかいいひんな、さすがに。スウェリーさんの作品はもうなんか意味もなく尖らせるからね、キャラクターを。おしゃれー。これ靴つまか。それなんかの間違いで弾入ったらどうすんの。わあ、ドラマやん。 DDDD で略せられるから D4 なんか。飲んでいる飛行機から人が消える。ほう。そんなことがありえると思うか、ミステリア。ワクワクしてきた。アンティニオ・サバテロ、通称ラビットと呼ばれるリアルブラッド専門の運び屋だ。心血？運び屋はボストンへ連行後、ある証言を行う予定だった。リアルブラッドの元締めを特定できる証拠を提出すると話していたんだ。だが例の落雷騒動に乗じて姿を消してしまった。逃げられたのか？いや、なんというか突然と消えてしまったそうだ。飛行機の中で人体消失マジックみたいに。何その腕。それでこの事件はどの辺が大当たりなんだ？大当たりだ。やつが明かした元締めの名は頭文字 D だし、そんなありふれてるんじゃないの。絶対たまたまやろ。運び屋は D の正体を特定できる証拠を持っていたんだ。イニシャル D なだけで疑われるのたまったもんじゃないな。どうだ、興味が出てきただろう。もう一度聞こう、デイビッド。飛んでいる飛行機から人が消える。そんなことがありえると思うか。
まだ何も状況がってんからね、とりあえずあり得る可能性はゼロではないんじゃないの。うわ、マジかマジか、シンクロ率低い。何が起こっても好きじゃない、だからこそ俺にこの話を持ってきたんだろ。分かってるじゃないか。大量の証拠、運び屋は証拠を持っていたんだ。第三者が関与していると見て間違いないだろう。持ち出せそうな証拠品の中ではそいつが一番強烈だった。そいつの持ち主は今回の事件で殉職している。刑事のバッジかな。知り合い、もしかして。あ、なんか記憶を読み取る、物から記憶を読み取る力あるんかな。どうだ、間違いない、これはメメントだ。そうか、なら持っていけ。そいつが最後になればいいがな。お、面白い能力持ってるね。はいはい、さっきのピンヒールもそういうことか。ピンヒールの女の過去を見てたんやな、どうやら主人公は。血のついた保安官バッジ、消えた運び屋事件に関わる証拠品の一つ。持ち主は運び屋を護送中に殺された。連邦保安官のデレク・ブキャナン。これを使えば妻が殺された事件の鍵を握る人物 D が乗っている旅客機に潜れるはずだ。はいはい、運び屋を護送中に殺された。どういうこと。でも運び屋って消えたんじゃないの。この人殺してから、デレク・ブキャナン殺してから運び屋消えたってこと。ちょっとわからへんな。とりあえずこれ使えば、その旅客機の中に記憶として潜れるんかな。お、キャラの着替えを使え、アマンダ。おお、アマンダ着替えられる。フォレストケイス、フォレストケイス、嘘。フォレストケイス、レッドシーズンのラストオセやんけ。急にちょ、どこで着替えられんの。で、このおデブさん、フォレストケイスになれるってこと、体型似てるから。フォレストケイス。え、この人ってフォレストケイスな、名前。あ、ごめん、おっしゃった、おっしゃった。え、そう、ちょっとね、人物ファイル的なんない？もうそれが気になってしゃあないんやけど、操作資料。わかりにくいなと、人物相関図。え、フォレスト・ケイスンや。え、犯人です。犯人です、この人。知らんけど、イケメンのフォレスト・ケイスンや、レッドシーズンプロファイルのフォレスト・ケイスンめっちゃ不細工やのに。何買ってやんさってんの？何買ってやんさってんの？ギア、よし。こんにちは。デイビッド、自己管理も仕事のうちだぞ。エクストラケース、選べんと思う。選べた。なんだ、デイビッド。そこそこね。よし、わかった。まだ飯にしよう。どうせお前そのこった。先ぐらいしか腹に入れてないんだろ。ポトチップス食べました。いいせいだな、テディ。テディって呼ぶから本名しなかったよな。アマンダも呼んでこい。飯を食うな、にぎやかな方がいい。あ、飯シーン？飯シーン好きなんよ。なんか面白いこと言ってくれる？ところでテディ、どうしてダイアナと喧嘩してんの？なんてことはない、いつもの調子だ。ニューヨーク対ボストン？まあ、それだ、スポーツか。だがあんたもダイアナもニューヨーク出身だろ。なのになんでそこで揉めるんだ。汚くて、なんか俺はボストンに住んでもう30年だ。もう心もボストニアンだよ。ダイアナはそれが気に食わない。彼女はまだニューヨーカー気取りだからな。今回の原因は野球、それともバスケ、フットボール。いや、もっと大きな問題が。スポーツよりも大きな問題があるのか。僕の寝込んだが裸みたい、エッチ。それはクラムチャウダー。料理ってこと？クラムチャウダー。そう、クラムチャウダーだ。どう考えてもボストンのクラムチャウダーは世界一だ。
ピザ。お前もそう思うだろ？なのに、それなのにダイアナと来たら。そんな食い方するやつに食を言われたくないわ。もっと味わえや。なんかこだわりあるんやったらよ。他の場所でクラムチャウダーを食べたことがないからな。ならボストンの世界一いいだろ。味方探してる。どっちでもええわ。いや、判断できない。自分に体験せずに答えを出すのは嫌だ。デイビッドさん、盛りすぎ盛りすぎ。ダムデイビッド、そこはそうだって言ってくれ。あ、クラムチャウダー作れるんだった。こういう日常シーンもちゃんとムービーついてくれるのすごいよな。別にこれやらんでも本筋いけるんやろ。ダイアナ元気？あ、名前、ごめん名前間違っちゃった。アマンダ元気？こんにちは。アマンダ育成要素あるやん。アマンダ育成要素ある。これかアマンダ育成要素じゃなくて、これアマンダショップやわ。なんかいろいろ売ってる。どれにしようかな、どれにしようかな、どれでもいいな。靴は普通のこれにして、リボンは、リボンこれ言うてこれが一番いいな。一番メインの服は、いやでもなんだかんだ標準が一番いいか。でも標準ちょっと味気ないか。ちょっとパンサーレオタードでいこう。なんでもパンサーあれやな、ちょっとなんか下品。下品。これがいいんちゃう、俺が可愛いんちゃう。あかんわ。じゃあね、レオタードっていう時点でおかしいね。どれでもおかしくなるよ、そら。正解ないわ、アマンダに。ブレスゲイスは。なんでもや、なんでもよ。なんでもや、ちょっと、紫の目がしとき。こんな太った男の着せ替えしてどうすんの？いろいろ着せ替えできるけど、まあ、普通でええや。ごめん、アマンダさんしか興味ない。アマンダさんの着せ替えしか興味なかった。何してんの、何してんの、何してんの。めっちゃゆったりするやん。今から飛行機行くんじゃないの。よし。じゃあ今回この辺にしましょうか。まあ、今回導入ということで、どうやらバスルーム行ったら、アイテム使って過去に遡って飛行機の現場に行けるらしいよね。多分そういう能力持ってるみたいなんで、じゃあ次回飛行機事件本格的に行きましょうということで、今回はじゃあセーブして終わりにしましょう。よいしょ。どうも、こまでーす。そやね。うち、美女飼ってんねん。猫のモノマネする美女飼ってんねん。ええやろ。